ご覧いただくのは今回使用する材料です。大体ですね 150g いたら、はい、葉っぱ3枚分ぐらいですね。これ白菜ですね、はい、白菜です、はい、葉っぱ3枚分ぐらい、はい、150g です、はい、でまずですねこの硬いところと柔らかい葉っぱとですねちょっと分けときます、はい、これをみじん切りにします。そんなに、はい、神経質に細かくしなくてもいいですが、はい、うん、ひねキャベツの方が、いいと思います。あの春キャベツは水分が多すぎるので、はいはい、でこの硬いところも入れます、はい、でまず硬いところちょっと取っといて、白菜がですねもうすぐなくなるかもしれないのでその場合はもうキャベツ 300g、はい、使っても構いません。ちょっと大雑把に切って、で端からまたザクザク、これ芯の部分です。はい、てな感じで白菜とキャベツみじん切り終えましたので、ここにですねお塩ですね、はい、6.6g でございます、はい、白菜とキャベツの重量の 2.3% で、さじでいうと小さじ 1.3 倍ですね、はい、で揉みます。ポイントはございませんか？ビニール袋が破れん程度に揉んでください。あの後で、ね、もっとねゴシゴシ揉みますけども、最初は緩く揉んでください。あ、しっとりなってきた。見て、ね、でちょっと塊が出てきたでしょ。はい、ちょっとまあできるだけ空気抜いて軽く絞って、はい、でこのまま30分置いておきます。みじん切りにします。ニラ 50g 約7本のみじん切り終了しました。お肉はですね豚ひき肉 150g ですね、はい、で常温に戻しておきまして、まあ、夏場はねあのそんなに長いこと置いとかないでください、はい、これをボウルの中でこねます。でだんだんですねこねてると粘りがこう出てくるんです。あ、もう粘りがね、常温に戻してるから粘りがすぐ出てくるんです、はい、で手にこうひっつくようになってきたら、ではここに砂糖小さじ2杯です、はい、胡椒ですね、はい、みじん切りしたにんにく 10g です、はい、生姜をみじん切りしたものを 10g です、はい、酒大さじ 1.5杯、はい、そして醤油も大さじ 1.5杯、ゼラチン、粉ゼラチンですね、はい、粉ゼラチン 5g ですね、5g、これ1袋ね、はい、5g なんです。こういうのを使っております、はい、これは便利ですね。森永のクックゼラチンですね、はい、これを1袋ですね、はい、肉汁が外へ出ていかないという、ゼラチンで固めてしまうという。あ、そうなんですね、はい、まあ、ちょっとした裏技ですね。はい、そうそう、はい、これぐらいです。行きましょうか。じゃあ、はい、だいぶこう汁出てきた感じがしますね、はいはい、ボウルの上にこうザルを敷いたね、はい、はい、さあ もっともっと揉んでもっと思います。あ、なるほど、この下のボウルでこう汁を受けるわけですね。そうそうそう。あ、じゃあここでまあできるだけ水分を白菜キャベツから出しすとね、はい、結構いっちゃうギューってやってますね。ギューってやってますよ、はい、ギューってやってますね。おお、どれくらいあるか、はい、100で OK です。それをまあ一気に入れずにですね、まあ、2、3回に分けてお肉に入れていくということですね、はい、なるほど。この絞り汁入れるっていうのは、よっちゃんはあんまり入れてなかったですね、今まで。今まで ね、お腹をしなかったんですよ。このやり方がものすごく美味しい。はい、ここへ片栗粉ですね、はい、小さじ2杯、はい、で、ごま油、はい、大さじ1杯、はい、ではここに白菜とキャベツですね、はい、まあ、絞ったやつです。ニラです、はい、ニラも入れるとやっぱり色がいいですね。いい香りやね。で、青ネギ 25g、はい、みじん切りです。今回約40個分ですね。そうやね。冷蔵庫で、まあ、1時間以上寝かします、はい、具材を皮に包むときに具が、まあ、いい感じでこう冷えて固まってですね、そう、あの包みやすくなるというね、うん、まあ、そういう効果がございます。もちろんあの味が慣れるという効果もあるんですけど、これ金属製のバットでね、で1時間以上冷蔵庫で寝かしてください、はい、本当は1時間以上なんですけど、ちょっと今回時間の関係で20分ぐらいね、はい、あの冷やしときました、はい、バットの上に、はい、あの餡を包んだ後ずっと置いといたら、うん、中からちょっと餡の汁がですね皮の方に来て、
皮がちょっと破けやすくなるんで、はいはい、すぐ使うときはする必要ないんですけども、あ、そうですね、はい、モランボの皮を使います、はい、これね、はいはい、50枚入りのお得用なんですけど、はい、まあ、ちょっと薄めのタイプで、まあ、今回あの、まあ、一応40個分ということなんですけど、ちょっとあの、まあ、レシピ用にとりあえずまあ10から20ぐらい包みましょうか、やっちゃん、これからね。なるほど、はい、適量取りまして、はい、で水を周りにつけまして、はい、で半分に折って、はい、でこうひだを取りながら、こう、キュッキュッキュッ合わせていってください。なるほど、なるほど。で、まあ、片栗粉を敷いたバットの上にこう置いて、はい、そう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 、はい、でこれあのちょっとあの乾燥ダメなんで一応上かぶせときましょうか、はいはいはい、でこんな感じでまああの包んでいってください。これあの本当に焼く前まで乾燥本当注意しておいてほしいんで、あのできるだけこうやって蓋をして、まあ、これ乾いた布巾なんですけど、はい、焼くまでこう乾燥対策しておいてください。じゃあ引き続き皮で具材を包みます、はい、はい、では20個ね今包めましたので、はい、焼きましょうか、はい、これ直径24センチのフッ素樹脂加工のフライパンなんですけど、はい、じゃあまずはちょっと軽く火で温めます。ちょっと温めます。これちょっとだけですよ、温めるのはね、温まりましたので油を塗ります。これはねキッチンペーパーに油を染み込ませたものですね、はいはい、で一回止めます、はい、これ火止めました。ここポイントですね、はいはい、であらかじめ包んでおいた餃子、今回ね とりあえず1人前ずつというか10個分ずつ、10個分ずつね、はい、はい、焼きます。水を入れます。で水の入れる量もですね、まあ、今回はちょっと考えておりまして、だいたい3分の1、ね、から2分の1ですね、はいはい、これぐらい入れます。今ね浸りましたね、はい、今はカップいっぱい入れました、はいはいはい、では蓋をして火ですね、はい、沸騰してきました。これ、ね、結構沸騰してますね、はい、まだちょっと中火、火は落とします、はい、強火から中火、はい、でまあこのまま引き続き加熱します。さあ、だいぶとだいぶ水分がね、はい、減ってきました。でもまだ開けないでください。まあまだ水は残ってますよね。もうちょっとやね、うん、だこれ水が少なすぎてもダメなんですよね。そうですね、皮が硬くなります、うん、まあ、しっかり水入れてください皆さん。そうやね、はい、水は、はい、まあ、ちょっと多すぎるかなと思うぐらいでもいいかもしれないですね。もちろん完全にその餃子がね使えるとかそんなのはダメですけど、おおいい感じ。僕らね過去に焼き餃子もやってるんですけど、その時はねホットプレート使ってました。はいはい、今日は直径24センチのフッ素樹脂加工のフライパン、まあ、どこのお家でもあるぐらいの大きさですね。ホットプレートで200度ぐらいでやってましたけど、うん、あ、もう、はい、はい、はい、減りました、はいはい、おー、はい、減りました。ちょっと火小さくし、小さくして、はい、今火小さしました、はい、で、ここでですね油ですね、油ですね、大さじ、まあ、2分の1ぐらいですかね、はい、はい、これでスーッとこう餃子の上にかけてやります。今弱火です。で、また、はい、はい、1分ほどちょっと焼いてください。はい。あ、これぐらい。はい、だいたい1分ぐらいですから。ごま油ですね。はい、だいたい3分の1杯ぐらいですね。大さじ3分の1。はい、で、これは鍋肌にこう、ほう、香りをつけるためにやります。で、この時はもう蓋は開けたままで、はい、いいです、はい。ちょっと見ますね。皮ができてますね。面白いね、これ。お、いいですね。これ、どう？もうちょいかな、もうちょっとね、うん、いわゆるそ の皮がおお、いいですね、はい、これぐらい、はい、はい、でこうやって、はい、の、いやいや、おお、これにて焼き餃子完成です、はい、お相手はよっちゃんとカルママテッペでした、皆さんご視聴ありがとうございました。 まだあの次回のレシピ動画もぜひご期待ください。そして、チャンネル登録もよろしくお願いします、はい、それではさよなら。